皆さん、おはようございます。5時過ぎには大変な雨が降っておりました。今日もまた女子バレー部の皆さん、ご参集いただきまして誠にありがとうございます。大宮本館での学長法話というのは3年ぶりになります。コロナ禍のため2年ほどこの大宮本館でお話しすることが、3年ぶりと言いますと一昨日京都で祇園祭の山鉾巡行が3年ぶりに行われました。あの山鉾巡行ニュース、その他の映像で見るとき、いつも思い出すことがございます。それは私が20代後半の折、インドを旅していたとき、南インドでやはり山鉾巡行と同じようなスタイルの祭りが、大きな車輪、そしてその車の上にはムルガンというその地域の神が安置されていて、人々がその車を引っ張る。ああ、祇園祭りの山鉾巡行じゃないかっていうふうにその時思ったものです。また古き時代、中国からインドへ向かった僧侶の記録を見ますと、シルクロードの各地でやはり大きな車に仏像を安置して、そしてそれを町中で引き回して、人々がそれに群がるといったような光景を描いている旅行記もございました。もしかすると山鉾巡行というのも大陸から影響を与えられたものかもしれない。定年を迎えましたら、そのあたりのことをじっくり、巡行、いくつもの山や鉾が町を動くわけでありますが、あの山鉾巡行の中の山や鉾、その中の一つに白楽天山というのがございます。一昨日もくじ取り式のところで白楽天山が大きく映像に映っておりました。白楽天というのは東大を代表する詩人であります。日本にも大きな影響を与えました。紫式部や清少納言にも影響を与えたというふうに言われています。白楽天、別の名前を白鳥居とも言いますが、その白楽天山には白楽天の像と、そして道林というお坊さんの像がそこに安置されています。そして白楽天山を人々が動かすわけでありますけれども、白楽天、彼は詩人として名を馳せましたが、役人でありました。そして広州のある地域に赴任したとき、まあ県知事ぐらいの役職だと思ってください。彼はその地域で有名であった道林というお坊さんのところへ行こうと思い立って、道林というお坊さんのところへ向かいます。白楽天は仏教にも関心を寄せていたようです。道林というお坊さんは一風変わったお坊さんで、松の木の上で座禅をする、いささか卑怯なお坊さんであったようです。道林のもとに着いた
伯楽天は木の上にいる道林に向かって危ないですよと声をかけます。そうしたところ道林は伯楽天に危ないのはあなたの方だと言い返します。伯楽天にしてみれば木の上にいるその道林、あそこから落ちやしないかと気遣って道林に声をかけたのでありますけれども、危ないのはあなたの方だ。これはおそらく伯楽天の生き方、それを問題にしたのだろうと思います。仏教に関心のあった伯楽天が続けて道林に問います。仏教の大義はいかに、つまり仏教の教えの要と言いました。そうすると道林はどう答えたか、もろもろの悪をなすなかれ、悪をなしてはいけない、もろもろの善をなせ、悪いことをするな、良いことをせよと答えたといいます。仏教の方では諸悪末作修善不行という七仏通戒偈として知られている、その文句を道林は答えたんですね。そうしたとこ、そしていささか怒りを覚えたようです。悪をなすなかれ、善をなせ、そんなことは3歳の子供でも知っていることだ、そう言ったところ、道林は三つ子でも知っていることを80の老人が実践できないんだと、このように言い返したと伝わっています。その時伯楽天はハッとして、そしてそれから道林に私淑した、道林を師と仰いだというようなエピソードが今日に伝わっております。祇園祭りの伯楽天山、そこにはその伯楽天と道林のエピソード、そのエピソードがお像として山に乗っかっているですね。ただ専門家に言わせると、伯楽天の詩の研究をされている研究者によれば、この話は高台の作り話ではないかというようなことが言われているようです。ただ日本ではその伯楽天と道林のエピソード、悪をなすなかれ善をなせ、三つ子でも知っているけども大人がそれを実践できないでいる、そのエピソードが日本にまで強く影響を及ぼしたようです。善悪、これは仏教の方でも非常に大きな問題として捉えました。人間のなしてはならないこと、そして率先してなすこと、お経の至るところに出てまいります。十の善、十善というようなこと、そして十の悪、とりわけなしてはならないこと、そして十悪というようなことも経典の中で再三再四出てまいります。ただ仏教では道徳観念としての善悪、それを突き抜けた善悪を超えるという立場を示しているところに仏教の大きな特色があります。中でもその究極とも言っていい、そのことを知らせてくださるのが親鸞聖人でありまして、親鸞聖人は善悪についてどのように語っているか、「歎異抄」の中に、善悪の二つ総じてもって存知せざるなし、善と悪どちらも私は知らないよっていう言い方をしてるんですね。
実に不思議な文章です。善悪、人を殺したら悪いこと、当たり前のことですよね。でも善悪というのは情緒によって変わります。例えば日本でも戦時中、戦争反対を唱えることが悪とされていました。戦争で敵を打ち倒すこと、人の命を奪うこと、これが善であった。そういう時代もあったのです。善悪というのは情緒によって変わる。私たちの日常生活の中にもそういうことはしばしば起こり得ます。私たちは自分は正しい、間違っているのは相手だとそのように思うのが常です。相手は間違って、自分は正しい、自分は正義だ、相手は悪だというようなものの見方、善悪二元論というのは世界のそこかしこで見られているところです。善悪、あるいは自分と他人というように、そこに壁を作る、自分と他人違って当たり前です。しかし今現在この世の中で求められているのは、自他ともに心豊かに過ごせること、そのことが通説に求められています。けれども自分と他人というところに壁を作ってしまっている。さっき言いましたように、自分は正しい、間違っているのは他人の方だ。仏教の中に善悪不二という言い方、あるいは自他不二という言葉があります。不二の不というのは不思議の不、二というのは漢数字の二、一、二、三の二ですね。分けることができない。自他不二、いや自分がいて他人がいる、当たり前じゃないか。通常私たちはそのように考えている。そして善と悪ということですね、それも区別して別々のものだと考えている。けれども仏教では善悪不二、あるいは自他不二という、不二という考え方、これを強く打ち出しています。私は時々インターネットでヤクザ映画を疲れた時に見るんですが、何もヤクザが好きなわけではありません。反社会勢力を称えるつもりなど毛頭はありません。あのヤクザ映画の中で実は仏教の言葉っていうのが意外と出てくる。極道の女たち、極道、これは仏道を極めることです。そして相手のヤクザの親分を撃ち殺すというシーンでは、往生せいやって言ってバーンと撃つわけですね。往生が出てくります。そして一番興味深いのは、実はヤクザが使う言葉で、相手の存在を言うときに、我は何すんならっていう、我はっていうんですね。我はっていうのはこれ我っていうことです。我っていうのは自分のことですよね。ところが相手に対して我から派生した言葉の我は、あるいはおんどりゃっていうような、おんどりゃっていうのはこれは己という言葉から派生した言葉です。己、自分自身ですね。ところが相手に対して己から派生した言葉でおんどりゃって、実に不思議な現象なんです。そしてさらに分かりやすいで、相手に対して自分このままでええんと思ってんのか、
相手に対してですよ、自分っていう言い方をする。考えてみたら不思議ですよね。今とりわけ関西圏、とりわけ大阪の人たちも日常会話の中でお母さんが子供に対して自分がもっと勉強せなあかんでっていうような言い方、日常使うわけです。相手に対して、二人称に対して自分っていう言い方、一人称を指す言葉である、それを相手に対して使っている。これに対してはいろいろな立場からどうしてそうなったかっていうようなこと、いろいろ説があるようですけれども、自他不二っていう、これを挟み込んで考えると、あなたは私だ、私はあなただ、そういうような考え方っていうのが広まっていた日本の伝統文化の中で、自他、海外から見ると非常に曖昧に見えます。自分と他人、一人称と二人称っていうのは絶対的に西洋では区別されます。ところが二人称に対して自分という一人称の言葉を使うっていう、これはおそらく日本語ぐらいじゃないでしょうか。そして特にヤクザの世界の中でそういう言葉遣いが使われていた、そして仏教の言葉も保存されていた。ここからは私の想像ですけれども、社会の周辺にある社会で疎外されている人たちに、仏教の方からある人、僧侶が手を差し伸べて、あなたの苦しみ、それは私のものだ、自分自身と相手を重ね合わせる自他不二、それを言葉ではなくて実践した人たちがいたんではないか、その影響が現在にまで残っている。特に社会の終焉に位置づけられる人たちのところでそれが日常化されている、そのように考えるところでございます。自他不二、これは命のレベル、つまり共に尊い命を抱いているものだということを考えるならば、相手を憎んだり、そして相手を攻撃したりすることですね、それが絶対的になくなるとは申しませんけれども、少しは違った道が開けるんではないか。命のレベル、自他不二のことに気づくレベル、本学の見学の精神はそこに立脚して物事を考え、そして私たちの日常生活にそれを生かすことを進めています。身近なところから、私たちの周辺で自他不二、善悪不二、私たちの日常生活、人間関係で悩む人が圧倒的に多い世の中です。その時に自分自身が勝手に他者と壁を作ってしまっている、その壁の存在に気づく、ああ自分で壁を作っていたな、それが自他不二に一歩でも近づくレベルだと考えます。教室であれば教員が学生の立場に立って考える、ああかつて自分も若い時すぐ居眠りしてたよなっていうようなことを少しでも思う余裕があると、かつての怠惰であった自分自身に向かって授業を進めるということもできるでありましょう。スポーツであればどうしても
技術が高い人は低い人に対して何をしてんのというような気持ちになってくるけれども、自分自身も多くの先輩や指導者のおかげによって今の自分がある。ああ、かつて技術が自分も低かったよなっていうような思い、そういうような思いを持って下級生と接する。そうすることによってチーム全体の底上げができるようになってきます。龍谷大学に今約2万人の学生が集まってくれています。キャンパスで学んでくれています。その学生さんたちが本当に龍谷大学に入ってよかった、そういう思いを持ってくれること、それを念願しています。そしてまたこうしたコロナに見舞われ、そして国際情勢が非常に緊迫している、そのような世の中であっても、この世の中に生まれて本当に良かったと実感できるような、そういう生き方、それを本学から発信していきたいというふうに考えているところです。最初の博楽天と道林の話に戻りますけれども、3歳の子でも分かること、それが大人が実践できない、ね、今の世の中を見渡すならば、私たちの行動、私たちの活動、私たちの行いというもの、どういう行いをするか、どういう営みをなすか、私は未来の人類から問われているような気がいたします。ここで私たちが踏ん張らないと、これから生まれてくる人たちに対して申し訳が立たないといったような気持ちも持っております。身の回りから、そして私たちの周囲から差し当たってはより良い人間関係を構築していく、龍谷大学ならではの活動、龍谷大学で学んだ人たちならではの行動といったもの、それを龍谷大学から社会に向けて発信していくべく、今創立2039年を目指した構想400という超長期計画、それを進行しているところです。最近バタフライエフェクトという言葉を聞くことがあります。バタフライ効果、これは1972年に気象学者のエドワード・ローレンツという方が講演の中でこういうことを問いかけた、それに由来するそうです。ローレンツは何と言ったか、ブラジルの1羽の蝶畑がアメリカ・テキサスで竜巻を引き起こすだろうか、そういう問いかけをなしたといいます。今大きな気候変動が起きている、その気候変動の分野ではこのバタフライエフェクトというのが学術的に検証されようとしていますけれども、一般のレベルでこれを転用したらどういうことが言えるか、学生さんの留大生の一人一人の小さな行い、それは一つの小さな羽ばたきでしかないかもしれないけれども、それがやがては社会を動かすいい変化をもたらすかもしれない。
今学生さんの中から自分に今何ができるかということを考えて、そして SDGs の取り組みに関わっている学生さんが次々と本学から生まれています。私たちの行いというのは微力でしかないかもしれませんけれども、無力ではありません。そして一つ一つの微力が集まるとき、そこに大きな動きが芽生えてきます。今龍谷大学で学んでいる学生さん、その社会に貢献したい、社会実践を行いたい、とりわけ実践に目を向けてくださる学生さんがいることに対し、私は大きな誇りを抱いているところです。ちょうど時間が参りました。本日の学長法はこれで閉じさせていただきます。朝早くからご参集いただきまして誠にありがとうございました。ご案内をいたします。この後の前期中の法要でございますけれども、大宮学舎ではもうございません。7月21日瀬田学舎で親鸞聖人のご昇誕法要ございます。阿蘇川ビハール病院の細見陽子先生からお話をいただく予定です。オンラインでも配信しますので、ぜひご視聴いただければと思います。また大宮学舎本館での法要につきましては、次は11月16日、ご命日法要になります。文学部の森田慶志先生からお話をいただく予定です。それでは皆様、改めまして合唱、ナマンダブツナマンダブツナマンダブツ、礼拝。本日は雨の中たくさんご参加いただきまして誠にありがとうございました。どうか足元滑りますので気をつけてお帰りください。ありがとうございます。